なんかメッセージが来たぞ。ん？なんだこの課題。ん？あさぴさん、今度のレッスンの課題になります。途中店長めんどくさいかもですが、あさぴさんならなんとかなりますマジかちょっと待って、やってみよう。まず楽譜書かないと。今から十数年ぶりの和声課題を解いてみたいと思いますが、もう金則とかいろいろ忘れてる。どうしよう、大丈夫かな。これを今からピーチ先生にレッスンしてもらいに行こうと思います。ピーチ先生の模範解答とどんだけ違うんだろう。ではですね、解説をしていくんですが、はい、まずこの最初のソプラノ、はい、の部分が実はテーマの形になってましてですね、なんかちょっとソプラノスッカスカな部分あるなって何箇所か思いませんでした？あります。そこですね、が変わってもこの主題が調を変えてそのまま入るようになってます。なるほど。暇だなって思ったらこれが入ってきてるんですね。ドレミなんだ。これもう一緒にそのままドッペルドミナントみたいな感じで、こうソプラノがすごく全音階で、うん、
難しいんですよね、こういうのって。この D7、 コードで言うと D7 の第5音が、まあ、フラット5っていう風に言われてますけど、このコードをずっと鳴らしてました。そしてここを私は補足で解いてもいいかなと思って、うん、違う回答なんですが、まあ、この課題のテーマとしてはこのソラシドレミラミレっていうのがどっかの内声で入ってたらいいなと思って作ってみました。全然その意図を組んでないダメダメな子でした。なんかいつもあのピアノでやってる姿しか見てなかったからすごい先生だ。普段こういう仕事の時間を過ごしてる方が多いです。ピーチ先生がいた。